はいどうもダークネスローズですえっと、こんばんばは <laughs> えーと今日何日っけえっと、1月15日土曜日。えーとね、ちょっとね、あの今日あまりにも寒いんで、今日,今日っていうか、まあ言うてまあ1月入ってからずっと寒いけど、あのー、今日、今日っていう、昨日の夜ぐらいから特に寒いんで、あのー、布団から出てないんで、今。 <laughs> 布団に潜り込んだまま寝てないよ寝てないけど今日は寝てないけどあの寒すぎて布団から出てないんで夜夜もう家帰ってからずっと布団に入っちゃってるんであのもう本来はねいつもラジオ動画撮ったりするときは出るんやけど出ると寒くて多分あの手,手とか足が効かなくなるんであのあえて出てないんでなんであの何が言いたいかっていうと多分ねカサカサうるさいと思うよ。 あの布団とか擦れたりとかするからあともうね何なら顔まで入ってるから顔がかす擦すれるからまあその音が多分ガサガサ言うと思うけどお気になさらずっていう感じではいえーとね今日は何個か言いたい言いたいことっていうかね話すことがあってまず1つ目はこの「しばし待て」って書いてこの顔が書いてあるやつこれはあのー しずきマヨっていう VTuber 崩れのマヨネーズ野郎のパクリです <laughs>。なんかおもろいかなと思って使ってるだけ。別にあの字とかも全部別にパクってないんで俺が適当に適当なフォントで適当に作っただけの画像なんであのやつのちゃんと作ってるものとは全然違うよ <laughs>。俺はただ適当に作って真似てるだけだからね。はい っていう感じが一つとあと何やろうなえっ、ー、と何他に何かあったっけ特にないな <laughs> ゆっくりは特に作ったあ、えーとね、昨日の夜中に、えー、とゆっくりのなんかちょっとしたネタ茶番を作りましたねえっ、ー、とな何やる気がないっていう話をただ愚痴るっていう <laughs> 内容だったと思うけどあの白霊神社でロズロズくんが レイムちゃんにあの登録者が2人ぐらい減ったんだよみたいなことを愚痴ってやる気がないっていうことを言う話で手抜きっていう話、はい、まあまあ手抜きなのは見たらわかるはっきり言ってずっと後ろ向きだしなはいそんな感じでえっ、ー、と次はあと何かあるかなえっ、ー、と購入品の話あ他にも何個かあるんやけどあのー、やっぱりね着て取った方が様になると思うんでまあこれはえっ、ー、とまた あの実写の動画撮ったりする時にまあいろいろとまあね服着たりとかあと出かけたりするんでねまあ当然いろんな服着るんであの普段だとねちょっと派手すぎたりするしまあ着てなかったりするんであのそういう時にあの写真撮ってまあインスタに上げるなりあのサムネに使ったりするかなとは思ってます。はい はいこれこっから先がえっ、ー、と今日の本丸なんやけどまず一つえっ、ー、とね牛宮の話、あのー、宮迫さんの話あのー、昨日だったかなおとといやったかどっちだか忘れたけど、あのー、ラファエルさんが、えー、とコラボをね宮迫さんしててでまあもともとはラファエルさんラファさん側の動画で。 えーっと牛具場にその12月とかやったかなにその出向いて「えまだオープンしてないよ」みたいな言われてなんか絡んだりしてトークするみたいなほんで、あのー、ラファさん的にはその店の中を見て「内装めっちゃかっこいいじゃないですか」みたいな感じで「あのー、俺やったらその抜き物、あのーまあ、高級ワインとかシャンパンとかそういうのを置いてそれでちょっと。 マネタイズというかねねしますねみたいなで宮迫さんうそういうんじゃないんだよみたいな話しててんでその,その裏でというかその宮迫さん側の動画で「肉がもうできてます」と「牛宮場で使う肉がもうあらかた完成してるんで試食してもらえないですか」っていうのをラファさんに言うとでただそれは実は本当の肉じゃなくてあの近所のスーパーで買ってきたもので最終的には。 えーと豚の豚ト,トロを出してでそこでそのいやこれ豚やないかいで終わるそのオチにする予定だったのがラファさんがガチでそれを信じちゃってそのなんていうの気づかずに食べちゃうみたいなまあねあの人のブランディングなんよね味音痴っていうか下馬鹿なのってもともとあのあれなんやっけリエモンのさえーと1万円のラーメンラーメンのお店 あの二郎系のラーメンのお店みたいなやつやってるやんかあの和牛和牛なんちゃらみたいなやつそれに行った時にえっとあれのスープってなんかヨシ牛とかさああいう感じのちょっと甘辛いタレというかスープなんやねまあちょっと甘みがあるスープなんやけどそれをまあ俺食べたことないよ <laughs> 食べたことはないけど。 ないんやけどらしいんやけどでそれをなんかあの出てた準レギュラーのさ萩ちゃんとかさあとまああのマネージャーのイ、e、ーさんとかがそれを食べたちょっと食べてあのまあそういう感じの味やなこれ男が好きな味やなみたいなことで盛り上がってたんやけどラバさんがこれ味噌味やなとかわけのわからんこと言ってたんよね言ったら最終的になんか鍋とか言ったりとかよくわよくからない <laughs> よくわからないその表現を使ってその 味を表現してたんやけど、まあでそこで味音痴やみたいな感じになってんけど、あの人のブランディックのやね。味音痴って。まあ、確かにその元々ね。その庶民的というかさ。あの人もまああのひくんとかもそうやけど、言うてさ。もう字が金持ちなわけじゃないやん。あの人だって。元々その貧乏から上がってきて金持ってる人やから、その子供の頃からその。 例えば家が金持ちとかだったらさもう家が金持ちなわけだからその高級料理を食べ慣れてるしその高級なお店も行き慣れてるけどああいう人だってまあ特に光君なんかはまあラファさんもそうかな,なんかねちょっと複雑な家族だったりするからだからまあ基本的に高級店にそんなに合わないよね。大人にななっってかからしし当然行ったことがないだろうし YouTube で成功し,てした後にしか多分行ってないからもともと自分が好きなのはどっちかっていうと吉牛とかあっちの方になるわけよねまあこれよく動画で言ってるけど本人たちがだと思うよね。だからベースがそっちだからその例えばあのスーパーの肉だって絶対うまいしね安いにしたってそれなりにうまいししかもあれだけそのなんだろう炭火焼きでちゃんとしたね代理焼いてさ でまあその宮迫さんも焼くのうまいわけでしょでタレもさ黄金の味やつって黄金の味って定番やからうまいから。でそれは動画内でも宮迫さんも言ってるこれうまいよって言ってるやんこれ言いにくいやんかって言ってるやんか。だからそこまでは気づかなくても仕方ないんじゃないかって本人たちももともと言ってて。で あの最後のトントロに関しては <laughs> まあまあ豚やんけっていう話やけどあれもなんかなんて言ったら「くれない」って言ったんかな要は「くれない」の豚と引っ掛けて「くれない」っていうその幻の部位みたいな感じでその牛のホルモンのなんか珍しい希少部位みたいな感じで出してたんよね。で それをラファさんに気づかずにこれめっちゃうまいっす一番うまいっすみたいなこと言ってでねねあの脂っこくてあの感じで出されたら絶対うまいに決まってしかもそもそもトントロってうまいしうんうん多分そのラファさんのキャラ的にもうまいって思うですけど多分あれはその作りじゃなくて本当にうまいと思うよそのトントロかその豚ってことを知ってたかどうかそのやらせがあったかどうかはもちろん多分あったと思うよその何て言うんかなある程度のその えーっとなんだろうな打ち合わせというかそういうものはあったと思う。芸人さんって基本的にああいう打ち合わせみたいなそのやらせみたいなの嫌うけどラファさんって100%やらせって公言してるやんかあのドッキリとか言うからん多分やらせなんじゃないかなと思うけどまただワンチャンわからんよね。宮坂さんん側の動画やかからやらせじゃないかもしれんよそのある程度は知ってたけどその豚ってのは知らなかったとかそういうのもあるだろうし。 やけど、まあ、何にしてもその、まあ、例えばあれがやらせだったとしてもそうじゃないにしてもうまいのはうまいと思うよ。で実際うまいってラマさんリアクションしてるわけだし宮迫さんもうまい、まあ、これ言いにくやんけって言ってるわけやん。だやからそれこれが炎上してる理由って何なのかって言ったら。 あの前の試食あの光くんがやって炎上したところを若干茶化してることでいじってること話題性取りに行ってることまあちょっと炎上商法みたいな感じがあるところが多分燃えてるんよねこういうの良くないよねみたいになってるやつがいるんよねでもねこんなの無視していいとバカばっかりだからバカのボンクラばっかりだからほっとけばいいと思うもんなやつ。正直ね これ俺ねこういうこと言ってると、あのー、絶対成功すると思ってるのかとか話題性だけで成功すると思って知らんよ成功するかどうかなんてやけどまだわからんやんが始まってないからだから知らんよっていうだけよただ今から絶対失敗するって言ってるやつは潜りやろうなと思ってるよ、うんよ絶対成功するもダメだし絶対失敗するもダメだと思うよどっちかまだわからんしはっきり言ってただ俺にとっては成功した方がメリットがあるなと思ってるだけだよあのー 何あの撮影に使える部屋、あのー、個室というかビップルームみたいなやつあれ使えるんでしょあれ,あれちょっと使ってみたいしねだから、うん、まあもちろん予約取って行ってみたいと思ってるから成功してほしいよねで成功してくれたらあれ今東京だけど大阪の方にも出店してくれたら助かるし何よりだって宮迫さんのベース的に大阪でしょで大阪にも出したいって前言ってたしね 光君と一緒にやってる頃に大阪にも出したいって言ってたからだからうまくいけば当然その多店舗展開もあるだろうしだからうんだから俺にとっては成功してくれた方がメリットがあるし嬉しいなと思ってるけど絶対成功するなんて思ってないしじゃあその話題性だけで成功するかしないかっていうまあでも話題性があったらある程度成功すると思うよね。実際今回ののラファさんの その食べてる感じでもそうだけどはっきり言ってスーパーで買ってきた肉を出したとしてもあの綺麗に盛り付けてバーンと出したら別に高級を売りにしてなければまあ今その店の感じとか特に初期のねひかるくんとやってた頃なんかは高級を売りにしてたからどっちかっていうとそのぎゅうぎゅうみたいなイメージで言ってたやんか高級焼肉みたいな。だからちょっっとそごがあたたりしたけど はっっきり言ってそれがなかったらぶっちゃけスーパーで買ってきたやつをんその綺麗に見栄えだけ整えてああいうちゃんとした設備で焼いても普通にうまいわけだしでタレだって別に高いタレ買ってきてさこれ普通にうちのタレで自家製のタレですとかって言って出してもわからんから普通に。えからぶっちゃけしかもそのまあト,ントロはあかんよトントロをさあのくれないとか言って出したらあかんけどまあまあ,あれドッキリやしたらね。 だから正直その現段階でそのギャーコラ言うのどうなのと思ってるんよね。あほくいなと思ってるんよ。もちろんねここであのな確かねあの「キングコング」の西野さんかなんか言ってたけど「今撤退するって言ったらかっこいい」ってそれは確かにかっこいいよ。でもその「行くも行かないも正直地獄」って本人あの宮迫さん言ってたけど正直どっち取ったとしても。 こんだけ言われてて突っ切って成功させるのももちろんかっこいいし最悪失敗して「あ失敗しちゃいましたてへへっつって、あのー、早い段階でっ引っ込むのもかっこいいと思うし現段階でやめるっていうのもかっこいいもうどのパターンでもかっこいいと思うよぶっちゃけ。 ただ俺としてはこのまま突っ切ってほしいし失敗したら失敗したでどんどん燃料突っ込んでほしいっていう話よねで話題性とかで売ってほしいみたいな <laughs>、うん、別に、ね、肉の味なんてさ前光くん言ってたけどそんなねあの一般人わからないからどんな金持ちだろうと貧乏人だろうとわからないからまあ舌が超えてる超えてないはあるけど言うてねタレがうまかったら何でもうまいから <laughs> であの肉が硬いとかあるけど硬かったら薄く切ればいいのよはっきり言って だから、その、タレがうまかったら全部うまいから。だから、いいタレ用意すればいいのよ、別に。うん。と思うよ、普通に。だから、そこでプラス話題性で絶対成功するやん。うん。何がそんなに不安なのかとか、不満なのかよくわからんけどね。まあ、なんか、場所、土地なのか、箱なのか、いろいろあるらしいけど、俺もよくわからんけどね。まあ、飲食はいろいろやこしいらしいけどね。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、俺みたいなもんがぐだぐだ言ってもしょうがないんで、この辺で終わります。はい。ナクネスローズでした。 はい。Bye.